お疲れ様です。1月18日木曜日朝6時15分の相場解説です。日足をご覧いただいてお分かりのように、 FRB が利下げをね、もうちょっと後でもいいんじゃないのみたいなことで方針を変更したことによって、円安の勢いが止まらなくなりました。もうね、上昇が止まってない状態ですよね。移動平均線を見てもはっきりとこれはドカンドカンとね、上昇曲線を描いてます。こうね、ドバーンと上がって、この辺りで減速して140円に行くのかなと思ったシナリオは辛くも修正されて、このように今ね、介入の水域150円前後まで迫ってるってことになりますね。すごいですね。4時間ではどうでしょうか。はい、これが4時間ですけども、完全な上昇トレンドができましたね。しかも、この辺りから突き上げるってことはかなり強いと言えます。こちらの緑の線で跳ね返る場合はね、それほど強くないんですよ。そういうふうに思いといてください。こういって、乖離が起きてくっついて、乖離が起きてくっついて、また乖離が起きて、これから移動平均線の方向にくっつき始めるところかなと思います。1時間を見ていきますよ。はい、1時間はね、これ押し目のサインですよね。典型的なね、もう押し目のサインは今までも何回も何回もこうやってあったわけですよ。下がるんだけども、そっから跳ね返って上がるよねみたいなところですね。押し目のサインが何回も出ていて、でついにまた同じように来ましたと。移動平均線に刺さってきましたね。だからこういう場合は上昇トレンドイケイケの時ですから、ロスカットを食らうまでずっとバイで持っていくべきですね。それでもリスクの取りたくない方は、このネックラインを超えたあたりで抜けたのを確認してエントリーすればいいんじゃないですか。まあ、昨日と同じですね。もっと言ったら、一昨日と同じような感じです。一昨日とはちょっと違うかな。まあ、でも、同じです。それでは今日もね、バイで取っていきましょう。もうこれから入ってもいいと思いますよ。それでは。